メンタルの部分で負けてたってことですか。メンタルで負けてるんですよ。まあ、あれ南野でしたっけ、一番最初。そうですね、南野で一番最初決めた。南野のせいですよ。いやー、でも残念でしたね。惜しかったですね、PK。まあでもあれが日本の限界なんですよ。限界、あれが限界。 PK は運か実力か論みたいなのあったんですけど、どうですか。いやだからそのそれを、うん、それメンタルじゃん。あれは完全メンタルなんですよ、うん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 、あの人たち、うん、みんな PK 失敗するようなレベルの人たちじゃないんですよ。まあそうですね、基本的には、うん、だから、うん、あれはもう完全に足が動いてないんですよ、うんうん。メンタルの部分で負けてたっていうことですか。メンタルで負けてるんですよ。じゃあ結局それは実力ってことですかね。それも含めて、まあ、そうなりますよ、ね、結局実力ってことで。まあ、あれ南野でしたっけ、一番最初に。そうですね、ね、南野だよね、一番最初に決めた。だから南野のせいですよ。あ、また怒られる。そういうこと言うと怒られる。あ、せいではないですけどね。せいというか、またこれ切り取られて怒られる。いや、南野さんのせいっていうのはなんでそう思ったんですか。やっぱ一発目に南野が失敗したんで、うん、うーってなったと思うよ。まあ他のメンバー、いや南野もうーってなったと思うけど、もちろんそうですね、やっぱ三笘さんもうね、多分そう言っちゃったとか言ってるけど、うん、まあまあ言えない。なんかほら最近さ、うん、もうなんかメディアとかさ、うんうん、絶対こうなんかそういう悪口は言わないようにしようとか、まあ、そういう選手に ね、 ね、誰だっけ、牧野だっけ、え、牧野います。駒野だ、はい、駒野、前回のさ、あのパラグアイ戦かな、はい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 、でね、南アフリカ大会パラグアイ戦で唯一決められなかったの駒野ってやつがいるんですけど、ありましたね、駒野のせいやみたいな感じになって、やっぱすごい南野さんも最初に行ったのはおそらくだけど、あれだから順番決めたのはね、監督じゃないんだよね。選手が俺が行きますっつって行ったわけじゃん。でやっぱ早く終わらせたかったんだと思うんだよ、南野さんは。で行ったら焦って、やっぱちゃんと足が動かなくて、で入れられなかったじゃん。で次三笘行ったでしょ。三笘もやっべ俺決めねえと終わるわって思ってミスったわけじゃん、うんうん、3人目はすごいね。ああよく決めましたね、うん、スペインは昨日3人連続外してましたからね、 PK、うんうん、だから、まあ、スペイン代表でもそんなもんよっていう話ですよ。そうですよね、そうですね。スペインはもうとにかく PK の練習むちゃくちゃしていったはずなのに、それでもやっぱり3人連続外すってことは難しいんでしょうね、うん、いやだから絶対メンタルっすよ。あメンタ